教えて水野スイング DNA、 平井さん今月もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ始まりました。今回も東京は神田にあるエスポート水野さんからお届けします。気になるゲストはこの方、フィギュアスケーターの小塚崇彦さんです。よろしくお願いします。小塚さんといえば日本のフィギュア界を牽引してきたトップスケーター。気になるゴルフのベストスコアは、でもよろしいでしょうか。スコアは87です。うわ、素晴らしいですね。素晴らしいですね。しいですね。あの小塚さん、お願いがあるんですが、はい、あのジャンプを見せていただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、唐突だね。でもやってくれる人なんていい人。よいしょ、よいしょ、おーがいまー、素晴らしいですね。じゃあ回転が違いますね。違いますね。しなやかで。でもこの回転ってゴルフとは何か共通点とかはあるんですか。はい、まあ、僕あの右打ちなので、はい、あの右にひねって左にこう押し出すっていうのは一緒で。なるほどね。え、なになに、スマホで撮った動画を見せてくれるの。今風だね。どう、おお、ナイスショー。かなりの腕前ですね。いい感じに当たってこの時、はい、そうで、コメントに清水博也さん、え、あの清水さんがめっちゃうまい。ナイスコメント。今回はアイアンのフィッティングですが、はい、アイアンに関するお悩みってありますか。距離感もそうですし、あと左右もそうですし、しっかり当たってまっすぐ行ったと思うとなんか左の方に飛んでっちゃってて、左の方に行っちゃうから右向いてってやったら、それはそれでなんかスライスして右行ってもっと違うところに行っちゃうみたいな。どうやら打球方向が安定しないのがお悩みのよう。実際に打ってもらうと、やはり打球に前後左右のばらつきが何が原因なんでしょうか。気になるな、気になる。小塚さんのスイング DNA 診断していきましょう。スイングの特性を9つの要素から分析、あなたに最適なクラブをご提案します。ミズノパフォーマンスフィッティングシステム。ここからはシャフトオプティマイザー 3D という計測器を使い、小塚さんのスイング DNA を細かく調べていきます。これ見ていただくと、平均値よりも数値の大きいものが実は2つ出ておりまして、それがトーダウンと前反り、前反り角という項目なんです。トーダウン、前反り角、なんとなくイメージで分かりますね。バウアーの逆逆バウアーね。インパクト直前のシャフトのしなりを表すトーダウンと前反り角、なかなか実感できないですよね。難しいな。小塚さんの場合はインパクト直前の縦と横のしなりが少し大きく出ているということです。ですので、すげー、ここをきっちり改善すればお悩みは解消できるというところです。うん、水野プロの520という、はい、私どもの新しいモデルを、ね、まず振っていただこうかなと思います。はい、それから、装着させていただくシャフトですけれども、はい、今お使いいただいているマイクラブよりも少し重めのイメージでまず打っていただこうかなと、はい、思っております。打ち出しから少し右目に出てる感じですかね。若干右行ったかなという感じでしたけれども、うん、お、それでも前後のばらつきが減ったというデータに、それでは実際に打っていただいた、ね、はい、データの方をちょっと、ね、はい、確認していきましょう。まず今回打っていただいたのはだいたい150から155ぐらい、ね、はい、うん、ばらつきがちょっと大きかったのがだいぶこう狭まったかなというのがあります。で、振っていただいた感じ若干こう振り重そうなイメージもありましたので、うん、なんとなくなんですけども、なんか振られてるというか、なんかなんていうか分からない、スパッと振り抜けられないっていうよりもブンっていうイメージが強かった。同じようなタイプでもう少し軽いものもこの後ね、はい、シャフトをお試しいただこうかなというふうに思ってます。というわけで10g ほど軽めのシャフトを試してみると、あ、いいですね、狙ったターゲットラインの方向へ、ね、きっちり飛んでてますね。はい、はい、距離もねきっちり出てます。いい、うん、いい感じですね。打ってみた感想はいかがですか。こっちの方がなんかさっきのその、はい、なんかブンっていうよりもシュパッていってる感じはするし、
なんか打ってる感じもいい感じがします、はい、少し軽めのシャフトに変えたことでナイスショットを連発、左右のばらつきも軽減されました。素晴らしい。平井さん、こちらのデータはどうでしょうか。はい、実際に打っていただきましたデータですけれども、実はこれ3球目あまりいいショットではなかったんですよね、はいはい、で1球目、2球目、4球目ってありますけれども、うん、距離がねバッチリ揃っております。155、152、154という形で、はい、もう誤差がほとんどないと、1球目、4球目狙ったターゲットラインの方向に飛んでて、実は左右のブレっていうのもほぼない状況まで来てますので、縦のしなりと横のしなりが収まって、はい、左右のばらつき、前後のばらつき、はい、のも収まったかなっていう状況ですね、はい、こちらの結果見てみていかがですか。はい、いやこんなに違うものですね、びっくりしました今本当に150から155の間こうこれで打ったら、はい、だってそのままスポーンって入っちゃう可能性も、そうそうそう、普通に振っていただければゼロですもんね、はい、曲がり幅も、曲がり幅もそうですもんね、はい、すごいな、はい、3球打つだけで最適なシャフトとヘッドが全てわかるミズノパフォーマンスフィッティングは全国のミズノ GCF ショップで受けられます。詳しくはホームページをご覧ください。さあ今回はアイアンのフィッティングでしたが、はい、いかがでしたか。いやもうなんか衝撃ですよね、なんか世界選手権の時、はい、僕フリーすごい、はい、あのノーミスで良かったんですけど、はいはい、その時って何も覚えてないんですよ、はい、正直、はい、で終わったらなんか良かったっていう結果良かったっていう感じなんですけども、なんそんな感じですよね。なんかやってる間何だかも分かんなかったけど、はい、でもやって終わってみたら、そう終わってみたらすごいなんか結果良かったり、そうなんかスケート靴の、ね、フィッターで欲しいですよね。今後そっちもちょっと勉強します。この靴がもっと面白いと思うんですよね。頑張ります。水野プロに新たな3機種のアイアンが登場。打感の良さを追求した水野独自の鍛造製法グレインフローフォージド HD を採用。またヘッド部の形状は養老ジャパンのクラフトマンが監修した軟鉄鍛造アイアン。水野プロ920-520-120-120、全国の水野ゴルフカスタムフィッティングショップで発売中です。次回もお楽しみに。くるりんぱ